立浪和義。ゴミ監督はよやめろ。オドラー立浪。川越の月通山本のスクイズ失敗真鍋の誤信どれもこれも立浪和義だよ。あのバントが全てや。モノゴッツ和義。4番で負けたわ。タッツが面白いことをする。真鍋許せねえ。あれはサインバレてたん。シーズン序盤使わなかった選手を今さら4番で起用すんな。川越とか中田とかを気にを4番に置くのやめようや。各編に騙されて4番にまで置く気象。このチームの問題は先発じゃねえよ。なら行きもこのメンツで点が取れるとは思えんわ。うんちもセーブもなんで4番で遊ぶんかな。しかも何試合も固執するし。さすがに明日は福永使うやろ。惜しかった。今日は最低限できずに負けたせいじゃね。セーフティスクイズなんて後ろ向きな作戦取るからだろ。あの場面で打たせられない選手ならスタメンで出すな。阿部俊樹9号打ってるやんけ。打つ方はなんとかします。立浪ってシンプルに起用と采配が下手だよな。ヤクルトノーアウト23塁を耐える。小笠原はメジャーなんて行かない方がいいぞ。消化試合で山本川越加藤使っちゃう。3年目監督。明日は川越外してレフトカリステサード福永ちゃう。別に負けても気にならんけどなんやあの審判。なんでブライト使わないの。 CS 消滅してるんだよ。4番川越ってマジで何がしたいの。負けても負けてもヤクスワも負けるから安心。というかリークラス確定してんのにスクイズとかいらんだろ。誇張しすぎた。中日がセーブだからな。自分らでレギュラー放出しといて戦力が足りないとか補足記憶喪失具合とかまさにそれ。福谷明日も勝つ。2連敗石川6連勝します。負け。川越さんを今さら使い倒してどうなるんだよと。3万6千人も入ってて草。ブライトは使っても経験値たまらなそう。散々批判された3年目与田の武田医療起用と同じことやってて草。3年連続再開がかかってるタッツに消化試合などない。